会5日目、大会の方ねやっていきたいと思います。まあ、YouTube ライブできれば一番いいんですけど、ちょっと今できないので、チャンネル登録者数とかしかなくてできないので、ライブみたいな感じでただやっていくだけ、これをねただやっていくだけを動画に撮っておこうかなと思います。現在4037位、レート6524、なんとかね、ここから結構負けてしまったんで、沼って負けてしまったんで、でもこれも実力だなと今感じてます。目標7500でちょっとやっていくんで、頑張っていきたいと思います。マジ負けられん、マジで負けられん。あ、OK、 石川さん最近当たってなかったんですよね。なんかそろそろ来そうな気はしてた。千葉ロッテマリーンズ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。これからでも絶対強くない西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。インサイド打ちました、藤岡アウト、際どいタイミング。バッターは2番に入っている外、石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは石川、そしてキャッチャーは田村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか、西さん、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。さあ勝負してくるのか。打ちました、センターに抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス高橋、ヒットでランナーを一塁に置いています。打ったー、センターオーバー、バッターランナーは二塁まで進みます。ここは少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。初球打ち、この打球はファウルグラウンドへ、ファウルになります。とりあえずはよく見ましたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。打ちました、よっしゃ、でっか、サードランナー先制点大事な。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。ルーフィッシャーやってきた後なんで、そうですね、やってもっているんで。さあまず1球目、こちら初球打ち、オッケー、ワンバウンドヒットになりました。さあでかいでかいでかい、ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。際どいコースですが外れました、ワンボールです。俺も取ったやつが抜け、バッター高く上がった、レフトが追いかけますが頭を越えました。いい、セカンドランナーホームイン、いい、ね、いいコースですが外れています。打ちました、取った、ホームに送球、サードランナーホームイン。ごめんだけど、CP だから、これ悪くないよ。でも決めに行くよ。バッターボックスには代打の岡本。ここどんな、初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。次が2球目、ストライク、すぐに追い込みました。これが3球目、打ちました、取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。さあそして打席には吉川が入ります。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度は引っ張った、よし、一塁線落ちてフェア、サードランナーホームイン、セカンドランナーも、いい集中、いい集中、無駄なリリーフ使わないでおくという感じで、初球ボール、もし仮に負けるのであればリリーフ使わないってやつ、打ちました、ヒ
ットになった。いいね。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。リコでかい。バッターランナーは三塁と2番バッター頑張る外。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から打った。よっしゃ。一塁間を破る。サードランナーホームイン。でか。打席には3番バッター高橋。ありがてえ。よかった。ありがとうございました、チャキさん。だから礼としたら人には絶対負けられないんですよ、ね。これマジで。ね、ガチで。まあみんな言ってるだろうからわかると思うんですけど、下には絶対負けられないから、ね、2試合頑張んなきゃいけない。まだ上位帯が全然マッチングしない。価格帯とはランク帯なんで、ここでね負けるわけにはいかないんですけど、え、なんで、え、危ない危ない、やばいやばいやばい、どうしたどうした、やばいやばい、読売ジャイアンツ対東北楽天ゴールデンウィークゲームを解説は小宮山悟さん、やばいやばい、西俊彦さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになります。相手見てなかった、コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。インサイド落ちました。千賀アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている山田。なんで千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上千賀、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをイーグルス打線に、やりづれ、やばね、やめて、打ちました、痛烈ファウルになります。いや今のボール危なかったですよ。はい、そうですね、スライダーは見送ってボール。さあ3球目は何か、低めに落としました、空振りです。ワンボールツーストライクと追い込みました。インサイド、打球はセンターへ。抑えたしね、なんでこうなったの。さあこれからイーグルスが守備につきます。助けてそしてバッターは糸井、相手を0点に抑えてこれから1回裏に移ります。これが1球目、初球ボール。改めてお聞きします、この糸井どういうバッターなんでしょうか。まあ、バットコントロールがうまく、走力もあり、選球眼もいい、隙のない素晴らしいバッターですね。そうですか。打ちました、山田、マジ助けアウト、ワンアウトです。どうして、バッターは2番に入っている外、ズームが多いんだ。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。ストライク、バックをいっぱいに使ってきます、ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。タイミングでバッターを送りました。必要わけね、ここは落としてきました。今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、ファウルになります。まあ、フルカウント、案外ボール球も来ますから、しっかり見極めたいですね。なるほど、見逃して三振です。ツーアウトになっています。バッターは3番高橋。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました、ボールになります。2球目は何で来るか、打ちました、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。初球打ち、ここはフライになっています。ちょっと待って、そんなことより 2回表に入ります、イーグルスの攻撃。バッターボックス鈴木、ジャイアンツ得点に動きはありません、0対0です。初球ボール、154キロがいきなり出ました。内へ低めに変化しました、ボール先行です。ナイスボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。4連
手のめちゃくちゃ大事な大一番外れます。外れてました。はい、外のストレートわずかに外れてボール。キャンセルもできるし打ちました。いやー最悪にも一塁蹴って二塁に向かう先頭バッター。さあ、そしてバッターボックスには村上が入っています。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さあ得点圏には先制のランナー、まあ、バッテリーもしっかり警戒していると思いますんで無失点で切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。これが2球目シフト変わらないのやばいですよ。一番カットボール見送ってボールです。あっと外れた、ストライク入りません。これが4球目インサイド打った一塁へ、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。さあそして打席には岡本が入ります。ここは気をつけたい打順ですよ。さあワンアウトになりましたが得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですね。落としてきましたがこれは外れます。外れました。ボールが3つになります。バッター見送りましたが打ちいっぱいのストライクです。変化球打った、ショート取った、サードランナーがホームに帰ってきました。ご覧いただきここはゲッツーを取りたい場面ですね。この試合はダメだ多分。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。初球ボール。高めスライダー外れました。ボール先行です。次が3球目。打ちました。セカンド取った。セカンドフォースアウト。2回の裏になります。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターボックスには指名打者の落合。ジャイアンツインサイド落ちました。千賀抑えてワンアウト。やばい。バッターボックスには6番浅村。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。これが初球、初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。インサイド落ちました。ファウルになります。ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど、そうですか。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている吉田。ツーアウトランナーありません。初球ボール。さあ2球目は何か。ファウルです。3球目は何で来るか。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。マジちょっとなんとかしてくれ、助けてないか。3回の表イーグルスの攻撃、バッターボックス坂本。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える最終回です。打ちました。外1塁そのまま入ってアウト。バッターは9番に入っている古田。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。単純にそれだけのせいで打ちてないわけではないけど最悪や。インサイド落ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って福留、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。セカンドうまくさばいて一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ジャイアンツ最後の攻撃になります。8番バッターはキャッチャー甲斐。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃なんとしても塁に出たいですよね。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。落ちる球できました。インサイド落ちました。ファウルになります。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。はい、インコースわずかに外れてボール。スリーボール打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。
バッターは9番に入っている吉川。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。落ちる球を持ってきました。これが3球目。左中間へ持っていった。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンドランナーを蹴った。さあ、そしてバッターボックスには糸井が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、二塁ランナー帰ればサヨナラという場面。まあ、セカンドランナーは足がありますから、ワンヒットで帰ってくる可能性はありますからね。なるほど、そうですよね。あ、いいボールですね。はい、ストレートが決まっています。甘い球見逃しちゃいましたね。そうですね。さあ、4球目は何か。変化球打った。一塁アウト。ランナー三塁二塁は変わりません。さあ、そして打席には外が入ります。ここは好打順ですから、勝負どころですよ。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、決めればさよならですからね。もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。ああ、よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、ストライク入りません。よく見極めました。フォアボールです。これで満塁。ここは少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。これではバットが出ません。ストライクです。今のはよく見ましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。あのコースはなかなか打てませんからね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。インサイド打った。うまくさばいて本塁フォースアウト。アウト。これで3アウト。試合終了です。逆転のチャンスでしたが、ものにできませんでした。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。西さん、残念ながら黒星を喫してしまいました。とにかくね、この悔しさをバネにまた一つ、ね、ありがとうございました。スパンプしてほしいですね。そうですね、この敗戦を終わりにしてほしいですね。どうぞ終わります。勝ったイーグルス、よかったらチャンネル登録お願いします。